2014年4月28日、石垣発、那覇行きのピーチアビエーション252便が那覇空港へ着陸するため、高度1000フィートへ降下し、水平飛行を続けていました。そして、滑走路から3マイルの位置が、再び降下を始めるポイントでした。しかし、それよりも3マイル手前、6マイルの位置で、突如降下を始めました。異常な降下に気づいた管制官が252便へ呼びかけると同時にクルーも異常な状態に気づきました。そして着水寸前で上昇に転じ再び着陸をやり直しました。252便は海面から高度270フィートまで降下しましたが、この時900フィートパーミニッツの降下率で降下していました。そのため単純計算ではあと16秒操作が遅れていれば海へ墜落していたことになります。この事象は国土交通省から重大インシデントの指定を受け、事故調査委員会の調査が行われました。重大インシデントとは何かについては、全日空140便がほぼ背面飛行した事例の動画で軽く解説しております。よろしければそちらもご覧ください。なぜこのような事態が起こったのでしょうか。今回は事故調査報告書をもとにピーチアビエーション252便による海への衝突を回避した重大インシデントについて解説します。本動画は公式もしくは信頼できる情報をもとに制作していますが、誤りがございましたらコメントにてお知らせいただけますと幸いです。また使用している映像や画像は事故機とは異なるものが含まれています。2014年4月28日午前11時ピーチアビエーション252便が新石垣空港を出発。使用機材はエアバス A320 型機、機長1名、副操縦士1名、客室乗務員4名と乗客53名の合計59名が搭乗していました。この便の機長は45歳、彼の総飛行時間は9300時間余りで、このうちエアバス A320 には700時間弱乗務していました。副操縦士は38歳、彼女の総飛行時間は4600時間余りで、そのうちエアバス A320 には1400時間弱乗務していました。離陸後オートパイロットがセットされ、以降那覇空港へ最終的に着陸する直前までオートパイロットはオンのままでした。そして那覇空港の管制エリアに到達するまで順調に飛行していました。11時26分インシデント発生の21分前、252便は那覇空港の周辺を管制する管制官のエリアに到達。管制官へ那覇空港の気象情報を入手したことと、計器侵入のうち VOR を使った侵入をすることを報告。このあと機長と副操縦士は着陸に向けたブリーフィングを行い、滑走路18への侵入ルートや降下を開始するポイント、着陸のやり直しを判断する高度などが話し合われました。そして3分後に252便は管制官へ滑走路18に対し精密レーダー誘導による侵入 PAR 侵入を要求しました。 PAR 侵入とは、管制官が着陸間際の航空機の位置を精密レーダーで計測し、その計測した位置をパイロットへ伝えたり、必要に応じて修正の指示をすることで航空機を滑走路へ誘導する侵入方式です。日本国内で国土交通省の航空局によって管制業務が提供されている空港では那覇空港のみで実施されています。機長は過去に何度かPAR 侵入の経験はありましたが、最後に行ったのは5年前、かつエアバス A320 とは別の機種で那覇空港以外で行ったものでした。機長は数日前、那覇空港の滑走路36へ着陸する際、管制官の訓練のために PAR 侵入の実施協力を依頼されました。しかしこの時は当初から予定していた ILS 侵入を続行しました。
そしてその日のうちに次の PAR 侵入実施の可能性を考慮して自習しており、今回は前を飛行する航空機が PAR 侵入を要求していたため、それに倣って要求をしました。一方、副操縦士はエアバス A320 で那覇空港の滑走路36で PAR 侵入を 1,2 回経験していましたが、滑走路18では初めてでした。252便の要求を受けて、管制官は PAR 侵入への変更を承認しました。11時38分、インシデント発生の9分前、管制官は252便に対し、1000フィートへの降下と190ノットへの減速を指示し、252便は了承しました。この時、フラップレバーが1の位置にセットされました。そして2分後、252便の担当が滑走路近くまで管制する管制官に変わりました。管制官は滑走路18へ誘導できる下限の高度は211フィートであることを伝え、その30秒後気象情報も伝えました。それによると、那覇空港は有視界での飛行ができない状況で、見通せる距離は4000メートルでした。それに加えて、誘導できる下限の高度211フィートで滑走路が視認できない場合は着陸をやり直すよう指示しました。そして252便は指示のあった高度1000フィートまで降下し、水平飛行を始め着陸装置を展開しました。11時45分、インシデント発生の3分前、管制官は252便へ滑走路18の見通し距離の情報を伝えました。それによると、設置する地点の見通し距離は1700メートルで、さらに低下している一方、滑走路の反対側は1800メートル以上であることを伝えました。滑走路18の長さは3000メートルありますが、見通せる距離はその半分近く。さらに上空から見ていることを考えると、滑走路を半分確認することすら厳しい状況だったと推察できます。その1分後、252便の担当が滑走路への誘導を管制する管制官に変わりました。管制官は無線の感度を確認し、252便からは感度が良好と回答がありました。これに対し、管制官も252便へ感度が良好と返し、以降の通信は副哨が不要との指示をしました。そして精密レーダーによる誘導が開始されました。この時、252便のオートパイロットの上昇や降下を設定するモードが VS モードに切り替えられました。 VS はバーチカルスピードの略で、昇降率、つまり1分間でどのくらいの高度を上昇もしくは降下するかを表す数値です。例えばマイナス1000フィートパーミニッツとした場合、1分間で1000フィート降下するという意味になります。オートパイロットのモードを VS モードに切り替えると、機体は指定した上昇率もしくは降下率を保ち続けます。この後、管制官は252便の位置が滑走路から6マイルであることを伝えました。252便はそこからさらに3マイル進んだ位置で降下を開始するはずでした。しかし、管制官から滑走路手前6マイルと伝えられた252便はその直後、なぜか降下を開始します。11時46分30秒、インシデント発生の1分前、管制官は252便に対し滑走路から6マイルの位置と伝えました。この時、オートパイロットの VS モードは900フィートパーミニッツの降下率が設定されていましたが、高度1000フィートから降下を開始した場合、1分少々で海へ到達します。しかし、252便は滑走路から6マイルの位置にいて、かつ170ノット程度で飛行していました。その場合、滑走路までは2分少々必要で、滑走路に到達する1分前、距離にして3マイル手前で海に墜落してしまう計算となります。それにもかかわらず、降下率の設定に続いて降下がオンになり、降下が始まりました。その10秒後、フラップがすべて展開され、着陸に向けた設定が完了しました。
11時47分9秒、インシデント発生の26秒前、一つ前の管制エリアを担当していた管制官の席で低高度警報が作動しました。この警報は航空機が規定の最低安全高度まで降下したもしくは降下しそうな場合、管制官へ音声および画面で警告するシステムです。精密レーダーによる誘導中は航空機の高度が低くなっているため、この警告が作動した場合、管制官は該当する航空機に対して安全な高度まで直ちに上昇するよう指示を出すなど迅速な対応をしなければなりません。一つ前のエリアの管制官は252便を滑走路に誘導していた管制官へ252便が降下をしていると伝えました。それを受けて誘導していた管制官は252便に対して高度1000フィートを維持するよう2回続けて指示、加えて安全な進入には高度が低すぎると警告しました。同じタイミングで252便の地上接近警報装置が作動し、地上へ接近していることを示す Too low terrain が音声で流れ、操縦席の画面にも表示されました。その直後、降下率の設定が0フィートパーミニッツに変更されましたが、さらに地上接近警報装置が注意報から警告に切り替わり Terrain Pull up と上昇を呼びかける警告が流れました。管制官は252便に対して応答するよう呼びかけ、同じタイミングで252便のスラストレバーがゴーアラウンドモード、着陸をやり直すモードへ切り替わりました。252便から応答はありませんでしたが、管制官は再び高度1000フィートを維持する指示と安全な進入には高度が低すぎるとの警告をしました。この4秒後、252便は着陸のやり直しを管制官へ伝え、このあと無事に那覇空港へ着陸しました。これまでの流れで疑問が湧いてくるかと思います。252便はなぜ意図しない位置で降下を始めたのでしょうか。そして降下していることについて、なぜクルーも管制官も当初は気づかなかったのでしょうか。まず252便が降下を始めた直接の原因は、機長が降下するスイッチをオンにしたためです。ではなぜ本来の降下ポイントよりも3マイルも手前でオンにしたのでしょうか。この直前、機長は降下モードを900フィートパーミニッツで降下し続ける設定に切り替えました。切り替え後、スイッチを引くことでオンになり、実際に降下が始まりますが、機長はまだオンにするタイミングではなかったのにもかかわらず、無意識にスイッチを引いてしまいました。これはどのように降下をしていくか、機長の頭の中で強くイメージしすぎたがために、意図せずオンにした。つまりは考え事をしすぎていて、無意識にノブを引いてしまったと報告書では推測しています。機長は数日前に管制官からの PAR 侵入の依頼を断っていますが、その日のうちに PAR 侵入について自習をしています。おそらくはスムーズに PAR 侵入ができないと判断し断ったと思われますが、この状況から自身のスキルを適切に判断し、それに応じた行動ができ、かつ向上心の高いパイロットだったと推測します。そして実戦の機会が来ましたが、結果的に空回りしてしまったように思えます。またこの時、窓の外は真っ白で視覚的に頼りになるものがありませんでした。さらにエアバス A320 の場合、エンジンの推力を変えるレバーがオートスラスト、つまり自動設定の位置にセットされていると、実際のエンジンの推力が変わってもレバーの位置は変わりません。そのため今回のように降下にあたってエンジンの推力が下がったとしても、レバーの動きで判断することはできませんでした。また前にご説明したように、機長は降下のスイッチを無意識でオンにしたため、スイッチをオンにしたというコール、つまり発言もしませんでした。この時副操縦士はチェックリストを確認していたため、機長がスイッチをオンにしたことに気づきませんでした。そしてその後は機長と副操縦士は着陸前のチェックリストを実施しながら、断続的に入ってくる管制官からの通信も聞いていたため、2人とも高度へ注意が向いていませんでした。
一方、航空局側ですが、なぜ誘導していた管制官は気づかず、一つ前のエリアで担当していた管制官が気づいたのでしょうか。まず根底にあるのは、那覇空港の管制官は航空機が指示なく降下することを想定するよう徹底されていなかったため、高度を監視することへの意識が低くなっていました。そして誘導していた管制官が注視していた画面はこのような表示となっており、降下する航空機の高度がデジタルで表示されないため、瞬時に具体的に判断するのが難しいものでした。さらに事故当時は雲が多く、監視が非常にしづらい状況でした。なお、機長と副操縦士は駐機後、着陸やり直しについて話し合い、地上接近警報装置による地上へ近づいているという注意報は聞いたが、プルアップ、上昇せよという警報は聞いてないことを確認し合いました。後日、機長は事故の調査に対してピーチアビエーションの運航担当者へ、着陸進入中に高度が低くなり警報装置の注意報が作動したため着陸をやり直したと伝えたと述べています。一方、報告を受けた運航担当者によると、地上接近警報装置の作動については聞いた記憶がなく、そのまま運航継続を承諾したとのことです。本来であれば、事故や重大インシデントが起きた際、詳しい分析が必要と判断される場合は運航を停止し、飛行データが記録された装置を取り外すことになっていました。しかし、運航を継続した結果、重大インシデント時のコックピットボイスレコーダーの記録が失われることとなりました。この重大インシデントを受けて、ピーチアビエーションはスイッチをオンにする時だけでなく、設定を変える時もコールするように運航規則を変えたり、飛行状況の監視を徹底できるような訓練を実施するなど、再発防止策を講じました。一方、那覇空港は航空機が管制官の指示なく降下するリスクを想定し、高度指示の徹底をするよう全管制官へ周知しました。ピーチアビエーション252便の重大インシデント、皆様はどうお考えでしょうか。感想や独自の分析などございましたら、ぜひコメントでお聞かせください。また動画が満足いただけるものでしたら、チャンネル登録や高評価、まだまだと感じましたら低評価もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。